はい、こんにちは。夫婦でエンゲムのふみこです。ファイアーエムブレム無双続きやっていきたいと思います。なんとかマップまで来たので、ちょっと落ち着いて、いろいろ見たりとかできそうですね。ここに来れば。まあ私とファイアーエムブレムの出会いは、中学ぐらいの時の話ですけども、紋章の謎、スーパーファミコン版ですね。紋章の謎をプレイしたところから始まってます。なので、ちょっと今回、プロモーションとか見てると、マルスさんが出てきたりとか、もう、まあ一番最初のところで出てきてましたけど、上がりますよね。やっぱり、初めての主人公マルス様なんで、やっぱり特別ですね。ね、私のファイアーエムブレム好きを決定づけたのは、その次の作品だった、ファイアーエムブレム聖戦の系譜なんですけど、出てくる感じしませんよね。やっぱりそんな感じですよね、これ。ヒーローズの方でもまだキャラ4人ぐらいしか出てないんで、早くプラスされないかなと思いながらヒーローズもちょこちょこプレイしてます。では続きやっていきたいと思います。いきます。オーリオの森。いきまーす。しっかりしろ。母君はこの国の未来をお前たちに託したんだ。でも私たちにできるかしら。俺がついてるんだ、心配するな。まずはその寺院に。お兄ちゃん、ねえ大丈夫かな。ダメかもしれんな。そんな。あ、気がついたか。ずいぶん派手に転んだようだが、立てるか。ありがとな。で、あんたたちは。俺たちはイギリス星王国の自警団だ。イギリス星王国？なんだそれ。え？イギリスを知らないの？クロム様、リズ様、お気をつけください。人の気配が。勝手にいなくなって心配したじゃない。あれ、この人たちは知り合い？いや、それがさ。その見慣れぬ服装、あなた方は何者なのです？何者って、私たちはここアイトリスの王女と王子ですけど。なるほどな。お前たちの話は分かった。見たところ、あなた方はただ者ではない様子。よろしければ力を貸していただけませんか？お願いします。ねえお兄ちゃん、助けてあげようよ。ああ、そうだな。困っている人たちを放ってはおけない。お待ちください。このような状況で素性の不確かなものを信用するのは危険です。行動を共にするというのであれば、一つこの方たちを試させてください。試すって、もしかしてあれかな。私の力が欲しければ私を倒して従わせてみせよ、みたいな。その通りです。え？もちろん命のやり取りはしませんよ。模擬戦にて覚悟を見定めさせてもらいます。そういうことなら俺は自分の信じる方につく。私も。だが指揮官はお前たちだ。俺たちはお前たちの指示で動くだけだからな。やるしかないみたいだな。二人とも戦闘準備だ。準備はよろしいですか？おお、唐突に戦いて。覚醒編ですね。覚醒はつい最近やりました。ようやくって感じで。ミッション開始です。俺の強さを見せて驚かせてやる。というのも、まああんまり、ちょっと
最新の SD は実はやってなかったりするんですけど、ヒーローズをやったのがきっかけで、まずアンヤの方に興味を持ちまして、聞いてください、お、これはじゃあ後から、ヒーローズで出会った仲間が気になってアンヤをやった結果、覚醒もやりたくなったっていうのが変な流れなんですけど、まあちょっと私のお気に入りキャラクターが両方に出てくるということで、このが最初ですけど、よっしゃ、ちょっとあそこの剣士倒しに行きますわ、よっしゃー、おりゃー、無双じゃー、どこ？いた！うりゃうりゃ！うら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 ！やってやったぜ！レベルも上がったぜ！強くなったような、なんかでも力と HP しか上がってない、これ私だったら普通にリセットするパターン、ミッション成功です、うまくいったな、だが気を抜くな、試練はこれからだ、そうなの？その通りですよ、クロムさん。次の相手はそちらです。解放しました。ミッション開始です。ソルジャーを撃破しよう。これ。しないで。槍が相手だ。ああ、やっぱ相手槍ですよね。剣じゃちょっときついじゃないですか。そうだよ、聞いてください、マジか、ここは私の出番ってことね、ママ。何を隠そう、私が一番好きなキャラはこの子の息子です。出てくるかわからないからちょっとあまり期待しないでやってるけど、若干期待してる部分もあったりなんかして、出てきてくれるといいな、息子。アンヤのところで、おお、はい。いいね。できてくれるといいな。かっこいい。超の持ってるじゃないですか。簡単すぎるんじゃない、フレデリック。リズ様、くれぐれも油断なさらぬように。次はそちらに兵を送りますよ。解放しました。どこだって？敵の増援です。増援が来た。うわ、敵の増援が二方向から。戦場では全体を見渡して敵の動きを予測し。下か？戦力を練る必要がありますよ。ミッション開始です。そうですね。でもなんかこっち閉まってる。絶対にやられちゃいけない。戦場では少しの油断も許されないよね。とりあえず走ってください。はい。いいで
とりあえず死なせるなってことね。でも戦場には仲間がいるよ。みんなに指示を出せば協力して増援を倒せる。聞いてください。A で選択。ああ、作戦画面が。はいはい。了解です。ちょっと何、あ、違う。どこで。ここは任せてよ。任せて。リズ、出過ぎだ。私が行きます。兵に囲まれているぞ。結局指示の出し方が、ああ、そっかそっか。待ちやがれ。あなた誰。母さん。いや、ちょっと理由があって詳しくは言えないんだけど。おっと、少し取り乱してしまったようだ。俺の名はウード。ゆえあって正体は明かせないが、血の盟約により貴殿の盾となりて敵を撃つ。必殺聖魔剣。モーリーデビルソー。不発か。命拾いしたな。一体何なの。味方の援軍ですね。はぁ、めっちゃ上がった。めっちゃ上がった。何を隠そう、ウードは私の嫁。あ、違う、お気に入りキャラです。まさかこんな早い段階で出てくれるなんて。めっちゃ今体が熱いっす。めっちゃ今マジで変わる。これってどうすればいいねんな。とりあえず行きゃいいのか。ウードはどこ。ウードは広い戦場では仲間への指示なくして敵へ対処することなどできませんよ。いたいたいた、ウード発見。守れー。うわ、かわいい息子守るぞ。この力があれば。お、今回上がりいいじゃん。誰にも負けない。よし、所持していると、うん、自信は回復しない。了解したぞ。なんか普通に無双も出たけど、あ、こっち。ミッション開始です。いつも有利な敵を相手にするというわけにはいきませんよ。じゃ、道間違えた。よいしょ。内なる力さえあれば問題ない。まとい闇を裂き敵を撃つ技を放て。聞いてください。試練は突破したぞ、フレデリク。もう彼らを認めてやったらどうだ。確かに素晴らしい守備です。しかし一番の難関はここからですよ。解放しました。これで終わり。
私が自らお相手しましょう。ミッション開始です。いろんな武器を持った兵と戦わなきゃフレデリックのとこまで行けないみたい。一人で突破するのが難しくても二人の力を合わせればやれるぞ。私が行きます。よし、聞いてください。B ね。あー、ダブルか。フィックスで全部交代。オッケー。よし、フレデリックを目指して進むぞ。みんな行こう。お兄ちゃんに続け。聞いてください。とりあえず見かけたらなんか買い物しとけばいいのね。始めちゃうわよ。やりましたね。すごすぎだろ。もう怒らせないようにしようっと。あ、倒した感じか。唐突に黒向かう。ミッション成功です。どうかなフレデリック、私たち結構やるでしょう。やりましたね。なんでだ。よし、かなり強くなった。どっか離れてるぞ。こうやって連れてきてもいいわけだ。よいしょ。私が行きます。聞いてください。今交代してみたよ。私を倒さずして、この先には行けませんよ。あ、めっちゃ怖い。馬怖い。あ、そうなんだ。残念、買えませんでした。あ、なんかいたんだ。ごめん、全然気づかなかった。フレデリックさんをボコるのが来た。アイトリス国王者の覚悟見定めさせていただきます。はい、私が今できる精一杯を聞いてください。やりましたね。ちょっと私感動しちゃった。
しません。全力でかかってきてください。もちろん私の強さだって認めさせちゃうんだから。俺に任せろ。クラム、クラム様、模擬戦とはいえ手は抜きませんからね。運命を変える。覚悟はいいな。聞いてください。行くかと思った一瞬。あ、緑で表示されてるやつか。こちらもそのつもりだ。油断できる相手ではないからな。終わったんじゃねえかな。ミッション成功です。どうだフレデリック、二人の覚悟を感じられたんじゃないか。そうですね、彼らの力もそうですね。思いの強さを認めねばなりません。うんうん、分かればよし。それはそうと、私の大活躍、見た？イエーイ、クリアだ。どっか走ってっちゃおう。おりゃー、あ、ここにいた、ここにいたよ、ここにいたよ。ウード、ウード。俺たちの勝ちだな。この戦いを通じて、あなた方が行動を共にするに足る人物であることは分かりました。ってことは、ひとまず協力はしましょう。まだ疑いが完全に晴れたわけではありませんが。まだ信用してもらえたわけではないんですね。立場上どうしても警戒せずにはいられないのです。お許しください。さて、そうと決まれば今日のところはこの辺で野営することにしよう。夕食には私が熊を料理しましょう。模擬戦の最中に襲ってきましたので、仕留めて下ごしらえしておいたのです。熊を食べるんですか？また熊？硬いし獣臭いし、か弱い女の子の食事じゃないよ。リズさん、食べたことあるんですか？熱き毛皮に覆われし高き魂、俺は苦難の末にそれを我が血肉へと。ウードさんも食べたことあるですね。その通りだ。よっしゃ、何事も挑戦あるのみ。フレデリック、俺も手伝うぜ。やっぱり騎士たるもの、クマくらいガツガツ食べとかないとダメだよな。私は皆さんが召し上がった後で残っていたら頂戴しますので、お気遣いなく。あ、また食べずに済まそうとしてるでしょう。やったわ、私が一番ね。これがマテリアルっていう形で入手してるやつってことかな。これが何に使えるのか、じゃあもう一回確認しよう。カブト、手袋、カブト、胴当て、鉢金、腰布、フッフッ、フレデリクの小石。新しく追加されました。おお、よろしく頼む。自宅を行うためには Y を押すと。 Y、 なんでしょう。
なるほどね。ほれ、仲間になったけど。あ、あれ、ウード、ウード、ウード。いやかなり早い段階で、好きキャラが出てきて本当に上がりました。いやかわいいなウード。この調子で、アンヤにも出てきてくれるといいなと期待しつつ、進めていきたいなと思います。さて、さて、さて、さて。あ、ショップがあるな。ショップちょっと覗いてみようか。なんだって、攻撃の紋章とか。いかがなさいますか？あー、やっぱそう、拾った素材で、こう、技が増えていくのね。今だから多分 Y で攻撃できる回数が5回とかなのが6になるわけだ。なるほど。こうやって育ててかないとダメなのね。まあ、とりあえず、成功しました。私の分身である主人公を重点的に育てていこうかなと。いかがなさいますか？これでよろしいですか？成功しました。回復アイテム持てる数は重要だよね。いかがなさいますか？これでよろしいですか？成功しました。あ、これで部分変えられる感じですな。いかがなさいますか？数が足りないって。そうか、斧持ちのキャラは拾った斧系で、これでよろしいですか？強くできるんだね。成功しました。これでよろしいですか？成功しました。いかがなさいますか？あああ、いけなくはないか。これでよろしいですか？成功しました。いかがなさいますか？これでよろしいです。これでよろしいですか？成功しました。いかがなさいますか？あ、これでよろしいですか？これでよろしいですか？成功しました。結構真剣に悩んでしまいますな、これは。それはできないようです。それはできないようです。それはできないようです。とりあえずフレデリクに断らせるっていう。ぜひまたいらしてください。はあ。今この状況で今パッと見たら、こう右上に L 押し込みで2プレイヤー参加可能ということでできるみたいですね。2人まで。あ、なんか機会があったら FD さんと一緒にやってみたいなっていう気持ちも実はあったりしますけど、まあある程度進めてから考えてもいいかなとは思っているので、まあね、とりあえず一つクリアしました。次は竜の民だそうです。まあちょうど一つショーが終わって霧もいいところなので、今回はこのあたりでおしまいにしようと思います。また続きやっていきたいと思いますので、よろしければ見に来てやってください。それじゃあバイバーイ。